こんにちは、松はいつも一人の松です。カタラスポラジ第28回の収録でございます。早速ですね、本日話していく、トピックスをまず紹介しようかなと思うんですけど、今回のカタラスポラジはですね、基本的にはほぼサッカーの欧州、最後のリーグ戦、代表ウィークに入る前の最後の試合を、全て話させていただくのと、少し、大谷翔平選手の話をさせていただけたらなと思っております。はい、じゃあ早速ちょっと話していくんですけれども、まず大谷翔平選手の話からいきたいなと思います。まず大谷翔平選手はですね、この前、デッドボールに近いような形で手に当たったボールがあって、それで登板を控えた中で、ヤンキース戦に出場してホームランを打ったりとか、もう本当にね、もう素晴らしい活躍をもうずっとされてるんですけれども、なんかその僕ね、やっぱりこう YouTube とかでやっぱ大谷翔平選手のプレーとか、それこそYouTube で海外の番組をこう日本語字幕で出してくださってる方とかがいらっしゃるんで、それを見て、あ、こういった評価されてるんだとかっていうのを見ていつも勉強はさせていただいてるんですけれども、でもやっぱりこう向こうの方々も言われてるのは、やっぱりそのもちろんそのスーパースターであり、類を見ない、過去に類を見ない、本当にベーブ・ルースの再来と、言われているっていうのはもうほとんどの方が言われてるんですけれども、やっぱりこの大きな、そのデッドボールっていう中でやっぱ手を打つってなると、やっぱりね、本当にもう自分の一番大事な、もう職業の中で一番大事な手ですから、野球選手はね、やっぱりちょっとね、すごい心配したんですよ、僕も。あーってあのシーンを見た時思いましたし、大丈夫かなと思ったんですけど、その規格外さと、手を打ったとしても、ちゃんとこうね、ホームランに持っていけるパワーと、技術と、本当にね、もうバッター大谷翔平という、もう本当に驚異的な、日本人が、アメリカでね、本場でプレーしていて、こんな時代に立ち会えることが本当に嬉しいですけれども、何よりね、デッドボールがあった時はやっぱびっくりしましたし、驚きましたし、本当にね、怪我なくシーズンを終えていただければなと思います。本当に今はね、もうただただ怪我せんといてくれって、もうただただもう思ってるって感じです。大谷翔平選手に関してはもうね、もう記録だったりとかホームランとかはもうこっちもなんかあまり期待すんのもあれですし、いや、してるんですけど、いや、もうなんか怪我せずに、もう無事にシーズン終わってほしい、もう体健康でっていう、もう本当にそれがもう今一番も大谷翔平選手を見てて思うことですね。で、次、各国リーグ戦に入っていくんですけれども、前回のラジオを聞きに来てくださってる方とかはもうすでにご存知だと思うんですけれども、私はバイエルン・ミュンヘンと、マンチェスター・ユナイテッドのファンで、その2つの試合、チームの、リーグ戦に関しては、毎試合、特別なラジオを出して試合結果だったり内容っていうのを話させていただいているので、その2チームの結果はまず省かせていただきます。あと注目試合っていう形で、大きなビッグマッチがあったりすると、そちらのラジオも特別に出したりしてるんで、そちらの結果だったりは、こちらのラジオでは話さないので、もし気になる方がいらっしゃれば、そちらのラジオにお越ししていただければ、嬉しいです。お越しに来ていただければかな。はい、でまず早速話していくんですけれども、まずブンデスリーガ話していきます。まずドルトムントがですね、ホッフェンハイムと試合をしまして3対2で勝利しました。この試合を見た時に、思ったことは、3点目のハーランドの決勝点、素晴らしかったですね。ハーランドはそれこそ今ヨーロッパ予選が始まってるんですけれども、それでもゴールを決めてましたから、本当にね、素晴らしいタレントであることは間違いないんですけれども、あのシュート技術を見たりとか、狙う場所っていうのを見ると、あ、やっぱこの人やっぱ特別なんだなと思いました。やっぱりね、あと1点目のレイナのシュートとかね、綺麗なシュートです。本当になんかね、アメリカ人の選手ってなってくると、やっぱアメリカってなると、やっぱ NBA だったりバスケットだって NBA とか、それこそメジャーリーグとかアメフトとかね、やっぱそっちの方が有名なんですけれども、やっぱサッカーの盛り上がりもどんどん出てきている中で、こういった選手がね、出てきてくれるのはやっぱ嬉しいなと思います。なんか僕はね、正直アメリカ代表の選手って誰ですかって言われたクリント・デンプシーとか、
もともとスパーズにねプレーされていたり、クラブでもプレーしていたかな、そういった選手とかが結構出てくるんですけど、もう今やねそのレイナだったりとかプリシッチとかね、もう本当に出てきてるんで、アメリカ代表もどんどん強くなっていくんじゃないかなと思う。なんか本当にね期待を持たせてくれるタレントが出てきたなと思います。はい。で、次がですね、ライプツヒとボルスブルグが試合をしまして、0対1でボルスブルグが勝利しました。一応ボルスブルグのホームなんで1対0かな。まあボルスブルグに関しては開幕から負けてないので、現状一番調子はいいんですよ、ブンデスリーガの中で。でもねタレントはやっぱいるんですよ、ボルスブルグってね。今ファンボメルが監督してるんですけれども、あのファンボメルです、皆さん知ってると思うんですけど、あのミランとかねでプレーされてたファンボメルなんですけど、あのすごくね、あの、まあ、バクだったりとか、アンフォルトとか、まあ、本当にねタレントはいてるんで、まあ、昨シーズンもね、まあ良かったな、良かったと思いますし、まあ監督が変わってどうなるかなと。まあ開幕のスタートダッシュが今のところうまくいってるんで、後半だったりこう代表明けでどうなっていくかとかっていうのは正直まだ分かんないですけれども、まあすごくあのパフォーマンスレベルも高かったですし、あのライプツィヒ相手にね1対0で勝利できたっていうのは、すごく自信になったと思います。はい。で、ブンデスリーガは一旦終わらせていただきまして、次プレミアリーグに行きます。プレミアリーグはですね、ブライトンとエバートンが試合をしまして、0対2で、エバートンが勝利しました。グレーのね左足の単独の左で突破したシュートとかね、ああいったシュートを見るとやっぱ、いいなと思いますし、彼は昨シーズンレバークーゼンでプレーしてましたから、ドイツでのね経験だったりが本当に生きていればなと思います。本当にもうそう言ってくれればもう嬉しいですけれども、でもグレー本人がね、まあ、ドイツでのプレーをどう評価してるのかわからないですけれども、でもやっぱりあのレバークーゼンねっていうチームでプレーできたことは大きかったんじゃないかなと僕は思います。この得点に関してはね。で、次ノリッチとレスターが試合をしまして、1対2でレスターが勝利しました。オルブライトンのねシュートだったりが僕は印象的なんですけれども、僕オルブライトン結構好きな選手で、あのレスターがミラクル優勝した時もカンテだったりマフレズだったりバーリーだったりね、いろんな選手が注目されたと思うんですけど、僕彼らの中で一番好きだったのはオルブライトンだったので、はい、まあ忠実にね仕事をこなしますし、これといった特徴って言ったら、まあ、特別な特徴みたいなものはなかったりもするんですけど、まあ、クロスだったりね、もう丁寧に仕事はこなす選手なので、もう本当になんか仕事人みたいな本当に見た目の選手で、まあ、ちょっと顔はね柔らかい感じで優しそうな表情をしてるんですけど、本当に好きな選手ですね。なんか僕が例えばこうなんだろう、ビッグクラブとかもし率いてたとしたら、監督としてなんかああいった選手がこう後半から出せたらいいなって思うぐらいのタレントですね。はい。で次ですね、スパーズとワトフォードが試合をしまして、1対0でスパーズが勝利しました。スパーズのみが今現在プレミアリーグで無敗をキープしているんですけれども、この試合もね、ソン・フンミンが、フリーキックで蹴ったボールがそのままゴールへ流れるという形で先制したゴールを、まあ、守りきり勝利と。でこの試合やっぱり注目されたのは、まあ、ハリー・ケインがまずスタメン復帰をしていたことと、あとは、シソコがね、スパーズからこのワトフォードに移籍して、まあ、凱旋試合も早くも凱旋して試合をしていたと、やっぱそこが注目されたと思います。いやスパーズはね今すごく調子が良くて失点もしてないですから、ヌーノの元ね、素晴らしいチームをこれからまた作っていくと思いますけれども、ただまだ再建が始まったばかりではあって、開幕スタートダッシュはすごくうまくいってると思うんですけど、多分どこかでやっぱ苦しくなってくると思うので、現状の戦力だと、だからチャンピオンズリーグね、このままもし県内に入れたら間違いなくヌーノの功績ですけれども、現状、マンチェスターシティだったりとかリバプールだったりチェルシー、まあ、ここがちょっと群抜いて強いん でそこの時点でまあユナイテッドとかレスターとかこの辺になってくると思うんですけど、もちろんね、戦力で言えばユナイテッドもそこに入っていっていいんですけど、まあ、監督の差でここはまあちょっとあれはしてます。まあ、ロジャースもレスターもね結構上に来ていいんですけど、まあ、戦力的に言ったらやっぱねあれなんで、だからロジャースとスールシャールが交代していれば、まあ、若干その他のリバプールチェルシーシティの中にまあ若干入れるかなぐらいやと思うんですけど、まあでもこの中にもし
パーズが入ることができれば、うん、いいと思います。まあ、アーセナルがね、もうライバルチームが今すごいもう悲しい状況に陥ってるんで、うん、まあ、頑張ってほしいんですけれども、まあ、でもスパーズのサポーターからするとね、ライバルチームがこうなってるとね、なんかこう気分いいんじゃないですか。特にあのね、本当に剣をし合ってるライバルチーム同士なんで、そんななんか侮辱的なことってやったり、そのね、その差別的な言葉ではないですけど、もう本当になんていうかな、もうクラブ同士の争いみたいな感じなんで、うん、まあでもね、スパーズは無敗で今現状首位を走ってるので、このままいけば間違いなくねいいと思いますけれども、まあどこかで多分、壁が、大きな壁が出てくると思うので、まあ、そこが勝負どころになってくるんじゃないかなと思います。で、次セリエ A に行くんですけれども、まずインテルですね、ベローナと試合をしまして、コレアがデビュー戦で2ゴールを決めておりました。まずインテルはですね、まあ、前回のカタラウでも話したんですけど、まあ、ルカクだったりハキミだったりとかね、この辺をまあ放出して、どうなるのかなと。で、まあ、ジェコだったりとか、まあ、いろんな選手、ハカンチャルハノールとか、この辺をね補強してどうなっていくんだろうと。間違いなくそのフォワードとして、まあ、ルカクもボールを収まるし、ジェコもボールを収まるんですけど、まあ、ルカクほどのスピードがあったりとか、カウンター一人でこうなんていうかな、いけるっていう選手ではないので、うん、まあ、技術はあるんですけどね、ジェコは全然あるんですけど、うん、まあ、やるサッカーが急に変わるんでどうなるかなと思ったんですけど、この試合も強かったので、で新生インテルとして生まれ変わって、もしかしたら今シーズンもね、スクデット狙える可能性は高いですね、今現状パフォーマンス見てる中で。はい、で、次がですね、ラツィオ対スペツィアなんですけども、6対1でラツィオが勝利しました。まあ、ラツィオといえばね、シーロ・インモビレというイメージがあるんですけれども、まあ、現状監督がサッリをやってるので、まあ、サッリのチームだったらね、まあ、チェルシーだったりユベントスではあまり印象な持ってる人は少ないかもしれないですけれども、でも、大量得点を奪えるようなチームをまず作りますし、それを狙える選手たちがまあ揃ってもいますし、なんかそのもしかしたら、まあ、彼の戦術だったりとか、そのキャラクター性っていうのを僕結構評価というか、いいなとは思ってるんですよ。普通に監督やと思いますし、なんですけど、やっぱチェルシーだったりユベントスっていういわゆるこうプレッシャーだったりとか、まあ、いわゆる勝利っていうものをまず相当求められるチームだったりとか、まあ、いろんなとこから外野からのプレッシャーだったりがあるチームだったりすると、もしかしたら彼は苦しいのかもしれないですね。まあ、だからこんなこと言うのもなんなんですけど、まあ、ラツィオだったり、まあ、ナポリとか、まあ、強いチームですけど、まあ、いわゆるユベントスとか、まあ、チェルシーっていうクラブに比べると、その外野からの重圧っていうのはまあ低いと思うので、もしかしたらこのラツィオの方が彼には合ってるかもしれないですね。で、次アタランタ対ボローニャが試合をしまして、0対0で、引き分けと。で、基本的にこの試合僕、まあ、僕アタランタが好きなんで、ちょくちょく見させていただくんですけど、終始ほとんどアタランタが、まあ、ボールを持ってましたし、攻めてたんですよ。なんですけど、なかなか決定的な仕事ができなくって、まあ、ムリエルだったりね、まあ、この辺りが出てくるんですけど、まあ、ムリエルとかは正直こう後半から出てきたらいいような選手なんで、やっぱドゥパンだったりとかね、やっぱこういった選手がやっぱ帰ってくることがやっぱ大事なんじゃないかなと思いましたね。はい、まあ、でもこのチームはね、まあ、長年培ってきたまあ経験と、組織力があるので、間違いなくこの先上がってくるはずなんで、あまり心配はしてないです。はい、で、次ユベントスとエンポリが試合をしまして、0対1でユベントスが敗北しました。この試合、見させていただいたんですけど、めちゃめちゃユベントスひどいです。まあ、アレグリがひどいとかそういう問題じゃなくて、選手のパフォーマンスが良くないというか、これじゃあちょっとダメだよっていう、クリスチャーノ・ロナウドがねに対してこうユベントスのなんかまあ現地のサポーターだったりとか、まあ、いろんな方々がね、まあ、ちょっと誹謗中傷的なことを、まあ、ロナウドに対して言ったりしてるんですけれども、ロナウドは間違いなくボックス内で仕事をさせればルイを見ないぐらいの、まあ、スーパースターなんですよ。まあ、レバンドフスキとかね、まあ、ハリー・ケインとか、もちろんスーパーのフォワードはいますよ。でも彼らよりも、数シーズン多く点を取ってきてる選手なんですよ。
でセリエ A でも得点王になって、ラリーガでも得点王になって、プレミアリーグでももともとは得点王になってますから、だから彼の能力に疑いはないんですけれども、やっぱ彼にどう得点をさせるかっていうのを生み出すのはやっぱり監督の仕事であって、やっぱりアレグリ時代、それこそロナウドが来たばっかりの頃のユベントスっていうのはもうめちゃめちゃ強かったですからね、もうロナウドもバンバン点取ってましたからね。なんですけど、まあサッリに代わり、まあその段階では別にそこまで問題視はしてなかったんですけど、ただサッリに関しては、まあラツィオの話とはまた全然変わるんですけど、まあ、あの時代はやっぱこうロナウドをどうしても使わなあかんとか、まあ、サッリがしたいって思うことがやっぱユベントスではなかなかできなかったと思うので、まあ、模索はしてたと思うんですけど、やっぱ苦しかったと思うんですね。で、まあ、その後、まあ、スクデットは取りましたけど、まあ、ピルロに代わりと。でピルロはもう何してんのっていうみたいなことをちょろちょろっとやってたんで、まあ、そらあの結果なるわなっていう感じだったんですけど、やっぱねレジェンドだからといっていいサッカーするわけではないですから、まあ、スールシャルにも言えることなんですけども、だからアレグリになって間違いなく再建に入ると思うんですけども、でもユベントスは、まあ、しっかりねフロントも仕事をするんで、まあ、アレグリに数年任せて、任せれば、まあ、すぐにも帰ってくると思います。強いユベントスのところがね、まあ結構インテルが強いのでね、はい。で、次ローマですね。ローマが、サルルニターノと試合をしまして、4対0で勝利と、ペッレグニーニかな2て、2得点取って、エイブラハムを取ったと。でベルトゥーも取ってましたね。まあ、エイブラハムが、まあ、得点を取ってすごく喜んでいた表情がね、僕にとっては印象深いんですけれども、まあベレトゥがねあれだけ仕事をすれば、まあこのチームは強くなるでしょうし、まあでも、まあ、モーリーニョになって今開幕戦から調子はいいですけれども、彼、まあ、モーリーニョもしかしたらイタリアの方が合ってるんかもしれないんですけども、吉田麻也選手が言ってたんですよ。これまた吉田麻也選手の話になるんですけど、ダゾーンの中でフットボールタイムあるじゃないですか、企画というか、内田選手がやられてる、番組あるじゃないですか。あの中で吉田麻也選手が言ってたのは、やっぱプレミアの その強度の違いと、イタリアでは結構センターバックがボールを持たせてくれると。であまりこうハイプレスで仕掛けてくるようなチームがあまりいないと。だボールを持たせられるから、まあ、その分の精度だったりは必要になるけど、まあその何ていうか寄せがない分、まあ、フリーでボールを持てると。なんかそこはもしかしたらローマのモーリーノにとっては合ってるのかもしれない。今のプレミアだったりとか、まあ、ブンデスとか、それこそ世界の、まあ、最先端を走ってるトレンドっていうのは間違いなく前線からはめていくチームで、もちろんはめていくからにはその後ろもついてこなあかんし、それに伴った動きだったり質っていうのが求められるんですけど、やっぱそうなった時に苦しくなってたのはやっぱモーリーニョ、ユナイテッド時代もそうだったし、トッテナムでもそうだったので、実際問題ね、やっぱプレミアではもう結構厳しかった部分はあったので、まあ、イタリアに来てそうセンターバックがボールも出たりとか、まあ、そういった部分でもしかしたら彼にも合っていたのかもしれないです。はい、で次最後、ミランですね。カリアリと試合をしまして4対1で勝利しました。オリビエ・ジルーが2得点と、でトナーリがねフリーキック決めてましたけども、ジルーはね僕結構好きな選手で、まあ、トゥヘルならね、まあ、上手に使いこなせるであろうと思ってて、もう正直ねチェルシーに残してくれてもいいんじゃないかなと思ってたんですけど、まあ、でもルカクを取ったのでね、エイブラハムとジルーにできる仕事を両方できる選手を取っちゃったので、まあ、もしかしたら、まあ、余剰戦力になることを考えて放出したのかもしれないですし、まあ、ジルー本人がねもっと出場したいと、試合に出たいということで出たのかもしれないですけれども、でもジルーはねすごく忠実にポストプレーできますし、もう体を張ったプレーも得意ですしね、シュートもまあ上手いですから、僕とかだと、まあ、例えばですけど、まあ、イタリアに行かなかったとしてもプレミアに残ったとするんであれば、それこそスパーズとか、まあ、レスターとか、まあ、そのあたりに行ったら面白かったんじゃないかなと思うんですけど、まあでもね、ジルーの祖父母が、おじいちゃんおばあちゃんが、まあ、イタリア人になったということで、まあ、そこの、ね、あれもあってミランに来たっていう本人も言ってたんですけども、まあ、でもミランはね本当に素晴らしい選手だと思います。はい、ズラタン・イブラヒモビッチがねなかなかシーズン通して計算できる、まあね、コンディションだったり
そういう部分でやっぱ年齢もねあれなんで厳しいので、いい補強をしたいんじゃないかなと思います。はい、で最後ラリーガーですね、レアルマドリードがベティスと試合をしまして1対0で勝利しました。この試合、まあ、見させていただいてたんですけれども、ベティスもね結構決定的なチャンスとかあったんですよ。わーみたいなシーンも結構ありましたし、なんですけど最後は質の部分で、まあ、マドリーが勝ったのかなと。特にそのカルバハルの得点のシーンだったり見ると、ミートまずうまいですし、ボールに当てる時のミート力、あとやっぱカルバハルってキックの種類めちゃめちゃ豊富じゃないですか。あれだけいろんなキック蹴れる選手やと、多分飛んできたボールに対して自分がどの角度でボールを当てればしっかりミートしてボールを飛ばせるっていうのが多分分かってると思うんですよ。もうレアルマドリードでね、もう不動の右サイドバックですから、多分彼なんてどこのチーム行ってもスタメンですからね。だから本当に、まあ、最後は質で、まあ、勝利したのかなっていう試合でした。まあ、ベティスはね決定的なチャンスもあったので、それを決めきれていれば、まあ、引き分けだったりもしかしたら勝利っていう結果もあったかもしれないですけれども、まあでもこれは仕方ないかなっていう感じですね。で次バルセロナですね、ヘタフェと試合をしまして2対1でバルサは勝利しました。まあ、試合を見て思った印象は、ヘタフェがまずちょっとあんま良くないというか、ちょっと守備が甘い部分も多い。まあ、レベルだったら正直バルセロナは全然苦労しなかったと思いますし、特に1失点目なんて結構ひどいですから、ヘタフェのディフェンスがね結構軽いですから、あれだったらバルセロナのタレント力持ってすれば、まあ、試合を決めれますし、まあ、ただ1点を返した後にバルサがどう返すのかなと思ったら、まあ、デパイがね個人のほぼ能力で決めてしまったと。本当にうまいシュートを打ってたんですけれども、まあ、現状デパイがすごくコンディションもいいし、パフォーマンスレベルも高いので、問題にはなってないんですけれども、これからどんどんシーズンを、重ねていって、デパイだったりそういう今好調の選手たちが不調になっていた時にどういったことがクーマンに起こせるかっていうのが僕にとっては一番注目点かなと思います。今は選手が結構調子がいいんでね。で次アトレティコ対、ビジャレアルが試合をしまして2対2で引き分けました。この試合を見た、まあ、印象で言いますと、アトレティコはね、結構もう言うたらもうほぼ連覇を狙いに行ってるシーズンやと思うんで、サウル放出しましたけれども、まあ、ルイス・スアレスの得点もあり、結構良かったかなと思うんですけども、まあ、ビジャレアルがね結構決定的なシーンをほとんど決めきっていたので、ほぼビジャレアルの勝利だなと思ったんですけど、もう本当最後の最後のあのシーンで、誰やったっけ、マンディか、マンディがね、試合通して結構パフォーマンスレベル良かったんですけど、まあ、最後そのヘッドで戻した、ゴールキーパーに戻したバックパスが、ゴールキーパーちょっと立ち位置的にちょっと、まあ、キーパーを見ていなかったっていうのもあるかもしれないんですけども、まあ、ちょっとずれてしまい、キーパーのルッキーも、まあ、それを弾くことも触ることもできず、まあ、そのままゴールしてしまい、アトレティコ・マドリードに、勝ち点1を献上してしまうという、まあ、トップレベルではなかなか見ないような、ことがありました。でも、まあまあ、こういうのもね、まあ、運もありますし、どの試合で起きるのかっていうのもやっぱ運もあるんで、まあ、もちろん実力だったりね、まあ、その判断っていう部分がもちろんその、まあ、その失点に出てるんですけれども、まあ、でもビジャレアルはね、まあ、エメリが今指導していて、着実に結果も残してきているチームだと思うので、あまりこうマイナスに捉えず、次は本当に勝利を目指して頑張っていただきたいなと思います。で、まあ、こういった形で本日のカタラウスポラジは終わらせていただくんですけれども、日本代表がですね、オマーン代表と試合をして、もうこのラジオを収録している時にはちょうど終わったタイミングぐらいなんですけれども、その試合の話はちょっとカタラウではちょっと長くなりそうだったので、ちょっと普段バイエルンだったりとか注目時代だったりユナイテッドの話をしている時みたいな感じで話すことはないかもしれないですけど、まあ、ちょっと日本代表の話は、まあ、特別にまた別で出させていただければなと思います。はい、ということでカタラウスポラジ今回は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。